茶屋の看板娘の一瞬の仕草を捉えて表した江戸時代の浮世絵版画。18世紀後半の作、鈴木春信の鍵屋おせん。赤い鳥居が立つ神社の境内に店を出して、棚にお茶碗を並べているのは水茶屋の鍵屋です。この茶屋の名物だったお団子が台の上のお皿に積まれています。そのお団子を四角い盆に乗せて運ぶのは、この店の看板娘として当時の江戸で評判だったみんなのアイドル、おせんちゃんです。本作に描かれているのは、彼女が足元を気にしてかかとを上げた時、履物の黒い色が強調する白い足が覗いた瞬間です。さらに島の着物の生地も肌が透ける薄物となっていて、この衣装とふとした仕草でお客の目を釘付けにしたに違いない人気アイドル、おせんちゃんのあで姿が表されています。